日本の方々からプロって認められました。リバフ広場の地球人ども、この俺に協力しやがれ。これからみんなでこのリバフで人文字を作るという企画をやります。お酒取ってもらった俺誰か一番楽しんでる。宗像さん来てよかった本当に。どうだった？あったかかった。動画で、あ、動画で、必ず二人班を作って、二人班そうですよ。待って、そしたら1、2、3、4、5、6、7、8、じゃあこれで8班です。今日はですね、唐揚げです。唐揚げです、はい、ぜひ、ぜひ来てください。お待ちしてます。学生さんです。学生、大学生です。大学生です。はい。どこの大学なんですか？福岡県立大学、香川にある大学で、はい、看護学生してます。はい、卵です。お願いします。俺ら最初ね、今日サイダー売られるんですか？で、韓国の学生がサイダーとホットクで、ここも呼び込みもセットで、私たちは東海大福岡の高校生で、今日交流するのが釜山から来てくださる大学の皆さん。여보세요진짜로아니죠저는자유로운사장인데어때나이거잠깐자자자조장네앞으로아운명의시간이다예야스야아저거야야스안내면신고가위바위보오야스자승자좀표정할게승자좀먼저안내면신고가위가위보1등皆さんは今日どこのどこ担当ですか？お二人は今日はホットクの販売担当になります。いや昨日ずっとやりたかったので、今日やっと今できることになりました。結構嬉しいです。頑張ります。うわ楽しそう。頑張ります。せーの、イエーイ。めっちゃくちゃ見ろ。もう一回どうせ、せーの、せーの、イエーイ。ユダマ。後ろに人が並んでなかったらいいんだけど、まあ、子供たち並んでることもあるから、その時はじゃ次もう一匹変えたら終わろうとか、もう一個変えたら終わろうみたいな。ピンクでなんかウサギとか桃色なものを描きたい。じゃあ頑張りましょう今日も。今ウルトラマンやってるから人来ないんだけど。いいよ暇だから見てて。どうしました？また会ったな、怖くと。なんか初めて見ましたが、なんかめっちゃ楽しいですね。
しいです。はい。今日も頑張ってよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、始まりました、宗像祭、2023の3日目ですね。最終日、芝生広場からグーグーが生配信というわけで、オープニング私 R 藤本と、はい、私栗明と、はい、そちら私たちバテンション自体だお送りいたしまーす、はい、よろしくお願いします、はいはい、バッテン少女隊もあのまた違う衣装でね、昨日とそうです、はい、巫女さんっぽい感じで、はい、そうなんですよ、今日は、ね、あ、昨日一切ここに来なかったなんかお久しぶりな感じがしますよ ね一切昨日ここに姿見なかったし何してたんですか。すいません、私メインステージの方でちょっと MC を務めさせていただいておりまして、はい、あの宗像フェスの方でね、はい、宗像フェスの方で、うん、なのであの今日はキーナがちょっと MC、はい、あ、だからいないんですね、はい、そうなんだ、なるほど、はい、なるほど、ちゃんと今日は出演します。 はい、ありがとうございます。ちなみに木山さん、昨日一番印象に残ってる出来事とかありますか。でもやっぱりあの最後にみんなで探し物を真っ暗な中、ね、携帯のライトを光らせて踊ったんですけど、めっちゃ綺麗やった。いいな、すごい楽しくて、ね、あれなんで私 いなかったんですか。いやだから MC やってたんじゃん。そうなんですけど、ね、見たかった。なんかちっちゃい子もたくさんステージに上がってくれて、ね、可愛かった、うん、ねえ、あとちょうどね、あのバッテンの雲ができたり、そうだ、見えましたね、綺麗でした。奇跡のような、すごい、今日はね、あのバッショーちゃんももうちょっと時間があるということで、はい、まあ、まあまあちょっとお昼も近いので、ちょっとなんか、うん、フードコーナー後ろの方にありますので、そこちょっとなんかいろいろご飯なんか買ってね、食べようかなと。いいみんな行きます。え、これみんな行くの、ね、藤本さん、はいはい、すいません、はい、私たち絵本の打ち合わせがあるので、打ち合わせ一緒に行けません。そうですか、ごめんなさい、はい、なぜ藤本さん、はい、私の出番ではないみたいな、はい、出番ではない、出番ではない、出番ではない、ここじゃ、ここじゃ、なんかあるんでしょ。あ、いやでも出番ではない、出番ではない、出番ではない、出番ですよ、すごいな、ふうふうさん、来たらいいですね。こんにちは、出番ではないのではけてきました。こっちでいいですか、私受付か、こっちに行きましょう。始まりました、始まりました、3日目。お二人は絵本ブースもあるんですね。そうです、はい、絵本です。ブースの方も見られましたか。ブース、昨日見に行ってちっちゃい子たちがいっぱい絵描いてくれてました。可愛かった。の中に混ざって2人も描きました。結構残ってたよね、リアルじゃない、なくなってるかと思ったら結構残ってます。お二人でも描かれたんですか。はい、描いたんですよ。見えが、はい、かっこいい、そうで、ちょっとハイカラで描いたりしました、ね、ちなみに何描かれたんですか。ハートと、あとなんかウサギみたいなの描きました。でもなんか星と猫ちゃんの顔描きましたまだ残ってたんですよ、ね、大きく描いたらそれっぽくない、それですか。なんかね、あ、かわいい、みんなの
ハートが幸せになるといいな。いいじゃない。いいね。あ、なんかいいね。なんかさ、筆が大きくて。あ、一日またいでも最後まで残ってたんですか。はい、でもこれから進化していくから分かんないけど、ちょこっとでも残ったら嬉しい。今日はポスカとか使って書き出してる。ちなみになんか何書こうとかあったりしますよね。でもお魚を、お魚、海の生き物、生き物っていうテーマだから、お魚書きます。行きたいです。みゆちゃん、あれになるんじゃない、星。人。あ、人で、人で確かに合いそうね。人でになった。人でになります。星のつもりだったけど、人でに生まれ変わるかもしれない。人でになった、ね、楽しみ。僕も楽しみにしてます。はい、頑張ってください。頑張ります。今日もいっぱい来るため、一生懸命勉強したんで。日本の方々からプロって認められました。おいしい？これやったく美味しいですよね。美味しい。大久保とかの露店でよく買いますそうそうそう、東京ですね。そう、いいなぁ。絶対美味しい。いただきます。はい、いただきます。揚げたて、熱い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 。今ほら、今これやってる。熱いでしたっけ。はい、気をつけてください。気をつけます。食べる大丈夫。熱い熱い、大丈夫。うん、おいしい。おいしい。なんとかの目みたいな。本当間に合ったね。この前ですごい良かったね。ジュハイパンです。あったあった、おめでとう。嬉しいですね。テンションが高いです。これ何ですか。はい、もしかして、はい、私にそっくりだっていう上田理子さんってあなたですか。そうなんです。私上田理子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もしかしてこちらの方は。はい、はい、私は今、まあ、YouTube、 セヨンちゃんっていう名前で YouTube をやってて、まあ、韓国ではその、まあ、リポーターもやってるし、本も出版したりいろいろやってる、はい、チョン・セヨンと申します。セヨンちゃんって呼んでください。セヨンちゃん、よろしくお願いします。確かに似てる。そうなんですか。雰囲気も似てる。私もスタッフさんにまず最初に、あの韓国 の、 あのセヨンちゃんって似てる方がいるんですよっていうのを聞いてて、でその後藤本さんもその時も似てるって。そう、動画なんかちょっと見て、あ、似てるなと思って雰囲気が、はい、なんかスタッフさんからなんかオファーが来た時もなんかめっちゃ似てるパテンション状態のメンバーさんがいてって言われて、え、嬉しい、アイドルさんって似てるって言われるんだと思って嬉しかったです。お会いできて。似てるでオファーかけるのもすごいですけど、ね、なかなかね。 あとあれですね、なんか Google って結構、まあ、生徒さんといろ
ろんなその交流を盛んにその行うチャンネルで聞いたんですけど、まあ、私日本が大好きな韓国出身の私とも一緒に、まあ、盛り上げていけませんかっていうオファーその、まあ、が来て、結構あじゃあ行こうかと思って出演させていただくことになりました。あ嬉しい、ありがとうございます。こんな喋れるすごいですよね。ありがとうございます。また後で。はい、お疲れ様でした。宇都宮餃子ね。わあ、緊張は本当に上田理子さんがこう引っ張ってくださって楽にできました。いいですね。で韓国の皆さんも知ってくださって、まあ、いいテンションでやれました。よかったです。お疲れ様です。楽しかったです。赤い文字をみんなで作ります。これで、ここの一マスに一人が立っていくということで文字になります。ここに立ってもらうのは白い T シャツを着ている皆さんです。上から下から順に並べていってます。1人こちら、1人こちら、みんな服か、ドローンは危ないか、なんかね、ドローン体験じゃないけど、なんか、はい、一文字とか作ります。なんかね。ああいい。35周年みたいな。ああ。これ。花火なんかもね最後こう。ああそうですね。ね。最後これ下敷きとかにしてここが下敷き。ね。500円になります。確かに。コーンが置いてあるんです。あそこに ONE の文字を皆さんで作って、皆さん以外にもここの周りにいるあのお客さんたち全員集めてちょっと作るというのをちょっと手伝っていただこうと思います。最終的にちょっとドローンを飛ばしてドローンで上から見るので、ここ最終的にちょっとドローンのこの飛行区域っていう場所で最後ここ入れなくなっちゃうので、もしなんか体調が悪かったら、私とか声をかけてください。じゃあもう始まりますので、お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。撮影もあるよ。あ、やめて。あ、そうか、だって8周年だよ。どうぞ。そのブラックタイヤ。はい、あっという間に。お願いします。なかなかね。さあ、おせよ。さあ、おせよ。ここ。2人。で、またこっちに行きましょう。はい。で、1人。はい。そうです。お疲れ様です。先生どうですか、この一文字は。ちょっとまだ想像できないんですけど、綺麗なのできたらいいですね。150人弱ぐらいだと思いますので、綺麗なのができたらいいです。なんて文字やるか聞かれてますか。ワンやったっけ。確かワンだった気がします。正解です。よかったです。ひなちゃんからね、ひなさんからお伺いしたので、直接ね、来ていただいてね、うん、頑張って集めます。ギネス目指して、ギネス超え目指して、よし、ギネス超え目指しましょう。おー、なんでそんなテンションいけてくる。こんにちは。一文字参加してくれる。違和感ある。ありがとうございます。 N しか中身ですけど、とりあえず持って帰っちゃって大丈夫です。はい。
出るで、はい、あ、出るで、はい、あ、そいつ、はい、ありがとうございます。e スポーツイベントのドグラさんに切ろって言われました。クレイジーラグーン所属のドグラさんに切ろって言われました。すごい、皆さん何で参加されようとしたんですか。歌広、歌広T シャツもらわんと、あの e スポーツのやつでみんなで行きましょうっていうのになったので歌広場さんに歌広場さんに一緒にやるために来ました頑張ります。頑張ります。こちらがですね、何ですか、拡声器を使っていただいて、すごい、あのまだあのハンズアクロスの企画を知らない方々がこの芝のエリアにはあのいると思うので、ちょっと呼びかけて、一文字の近くに来ないかという呼びかけをしていただけないかということで、一文字さん、お集まりの皆様宗像祭にお集まりの皆様、ただいまから芝生広場の方に集まっていただけると非常にありがたいです。ベジータの方がいいんじゃない？芝生広場の地球人ども、この俺に協力しやがれ。今から貴様ら地球人どもを使って一文字を作ってやるからな。貴様らの力を集めて魔人ブーを倒すんだ。違う違う、よくわかんない、よくわかんない、いやすごい、いやすごい、絶対人集めようよこれ。俺歌広場さんのためにやってるみたいになっちゃう。ちょっとじゃあ言ってください。ははは、どうもゴールデンボンバーです。どうも、やった。宗像先生の出演はなかったんですけど、ゴールデンボンバー歌広場陣が来てます。すいません、ダルビッシュじゃなくてすいません。これからみんなでこの芝生で一文字を作るという企画をやります。知らない人いると思うんで、よかったら参加していただければなと思います。めちゃくちゃうまい。あ、どうもゴールデンボンバーです。初めまして、めちゃくちゃです。あっち向きましょう。素晴らしいですね。すめちゃくちゃ頼もしい。写真撮ってもらった俺。やった、一番楽しい。いや、宗像祭来てよかった本当に。すげえ、こんな楽しんでくれる。あとで写真お願いします。撮ってください。やったぜ。一番楽しんでる。だってお祭り、お祭りっすよ。楽しまなきゃダメでしょ。そこまでフルテンションになれると思わなかった。なんだけダメだよ。あー、そうですか。参考になります。参考になっちゃった。もう戻ります。いやいや、自由に。あるのはあるのは、音声足りてないとかないですか。大丈夫ですか。大丈夫です。中に入らなくても周辺に行くんですよ。入る？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 お姉ちゃんたちと、イエーイ、ありがとうございます。はい、ドローン飛ばします。じゃあちょっとカウントダウンいきますね。10秒前からいきたいと思います。せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ドライブ発射。上空にドローンが皆様見えてますでしょうか。あれが撮るのね、あれが撮ってくれるのね。だいぶ上に来ております。いつもより高く飛ばしております。いや、そうなの？そうなの？ありがとうございます。すごい、来ましたね。えこれが真下に来る、ま、これどこ、あの状態でも OK なの？OK なの？これ今もう撮ってるらしいですよ。撮ってるのこれ。皆さんちょっとアピールしてください。今撮ってるみたいです。撮ってるってさ、撮影中の方です。今撮影中です。撮ったっぽい、撮ったっぽい。すごい緩い。こちらの出口で500円で販売いたしますので、ぜひとも、はい、撮れました。あのプランのシナプトなんで、もう少々お待ちください。ありがとうございました。ねえ、どうだった？どうだった？いや、僕だけ小さいから映ってるか分かりません。
なんか緊張しました。ちゃんと映ってるか。パフォーマンスみたいなのできた？バーみたいな。アピールしました、ちゃんと。じゃあ、いつでも出せます。あ、いつでも出せる。いつでも出せるそうです。お待たせしました。じゃあ、場所ちゃんちょっとカウントダウンして打たせますか。どなたか、はい。じゃあね、はい。じゃあ、アイちゃんいます？違う、ここです。あー。皆さん、今からワンの文字があのモニターに出てきます。はい。カウントダウン、5秒前から。はい、皆さんもうすぐ映りますよ。お願いします。4、3、2、1、0。おお、あ、動画だ。どれどれ、どこ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 、だいぶまだ先だ。あれの前だよな、あのテントの前だよな。あ、なってるわ。あ、なってる。あ、すげえ。めっちゃ綺麗だ。あ、めっちゃ綺麗じゃん。すごいすごいすごい。ワンダ。あんなにも緊張するもんなんですね。いいっすね。あ、すごい。おお、やったやった。よかった。あ、すごい。すごい。すごくないですか。すごい。ありがとうございます。いや、でも大成功ですよね、撮影は。いや、本当にめちゃめちゃ大成功でした。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうでした？一文字やってみて。やばい、最高でした。いや、ちょっとなんか急遽参加したんですけど、なんかすごいたくさんの人って一つのものを作る。すごい、そう、なんか感動感動しました。いいイベントでした。はい、はい、最高でした。ありがとうございました。綺麗にできてて嬉しかったです。楽しかったです。いや、良かったですねって一文字、はい、感動しましたか。感動しました。本当ですか。なんか一つにこの青空の下で一つになるっていいですね。確かに、ね、ちょうど絵になる芝生もあれで最高です。いい、アーザワンのワンです。ワン、はい、やってる時もスタッフも一つになったですね。言わされてる感じ。いやいやいや、言わしてる感じがする。言わしてますか。大丈夫です。いや、ね、はい、楽しかった。はい、これ上がるときにお使いください。かわいい、かわいい。この足温まるね。あったかい。うわ、手振って。あったかい、あったかい。どうでしたか。あったかかった。かわいい。どうだった。あったかかった。ポカポカするね。そう、本当に別府のお湯を持ってきてるんですよ。あ、そうなんですね。そう、そうです。いや、めっちゃぬくもる。普通のお湯とまた違うね。お話聞いてたんですけど、持ってきてくれた方に、温泉の方が普通にお湯、温めたお湯よりもあの温かいのが持続するみたいです。うん、なんか温泉ちょっとした撮影。お疲れ様です。お疲れ様です。なんかすごいなんか大変だったんじゃないかなと思ってます。事業さん、事業さんが別府の温泉を、ね、うん、ね、どこにでも届けますっていう。もともともうこういう活動をされ、ね、東京とか福岡とかにも運ばれてたので、ちょっと慈悲のな方のね、フェスにも来ていただけないかなと思って、グーグーさんと一緒に考えて計画させていただきました。落ち着いたらしいな。ここだ。私の戦闘力は53万です。貴様の戦闘力はたったの5だ。おお、あ、まあまあな湯加減。知ってた、ドラゴンボール。うん、赤ちゃんの頃から見てました。赤ちゃんの頃から見てた。うん、好きなキャラクターは誰だ。
ウルトラマン。ウルトラマン出てる。じゃあ、じゃあ、ウルトラマン見に行ってください。ベジータ人気だな。ヒカキン。クッションやん。クッション。上質なバー。あれベジータ来てんじゃん。ああそうだベジータ。あなあ貴様。なんだ貴様。ちょテレビ見たことある。誰だおい。Z テレビ見たことありますよ。お前なんだビールと豚バラ食って。貴様昨日いた地球人じゃないか。そうよ。誰だ。水組キララです。おお。何しに来やがった。ビール飲みに来た。ふざけやがった。近いから。あ、近い。家。俺も肉食べたい。肉食べたい、ね。食べたい。ああ食べようぜ食べようぜ。向こう売ってる。トン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 するな俺の戦闘服。ああ。じゃあ俺はこれで。お、和州企画所学生がいる。ぜひベジータさんに協力してもらって別府を PR していきたいんですけど。別府な、俺様もな、ベジータ王の別荘がいう風にあったりするからな。おお。別府は近いからな。ぜひ来てください。いいだろう別府ロケな。ああ湯布院から別府あたりをうろうろしちゃう。羽じゃないかなこれ。肩鎧だからこれ。一緒に写真撮ってもらってもいいですか。足いいだろう。足湯一緒に、足湯と一緒に写真撮りたい。足湯と一緒に。あバックで。バックでな。いいだろう。肩に決めつけるの。羽じゃない。ちょっと待って。じゃあこれ写真撮る。二人寄ってペロペロブレるから写真。持ってやって持ってやって。はい行きます。撮ります。はい三二。はいありがとうございます。よし。ブローコブラずっと叩いてんだパンチングマシンじゃないんだぞよしこの羽かっこいいねああ欲しいのとかにねああドンキョーテのもと引っ張るんじゃないぞまあまあ形状曲こんな羽で飛べない羽じゃないって言ってんの俺は飛べるからないって言うけどじゃあ泣き様らゆっくりして帰るんだな別府でお待ちしてます別府はまたロケで行ってやろう、はい、何してやがんの一人で来たのか貴様ロッキーは置いてきたロッキーどこにいるんだいないのか家に置いてきたはっきり言ってこいあっちだぞカメラ酔ってんなおいなんかドリンクぐらい買ってやってもいいかなあそこある一番搾りあ酒はベジータだ喜ぶがいい当たり前だ行くかハイボールハイボール600円安いよ結構たっぷり入って600円だからたっぷり入ってるたっぷり入ってますよハイボールちょっと行くかあれはどこだ俺様の無限のサイファーどこだああ何千人入ってんですかもう無限だ無限なんだカプセルコーポレーションのブラックカードがあるからなちょっとハイボール行こうはいああお、はい、お待たせしましたいいだろ、はい、ありがとうございます動すなよありがとうございます。CM 待ってるぞ。いい音です。いい音してます。よし。乾杯だ。乾杯。いただいてやろう。ああ。結構濃いめに作ってやがるな。やるじゃないか。アルコールが口の中で弾けて混ざるぜ。よし。こいつをいただきながら少し。巡ってやるか飲んでるか貴様らベジータもいただいてるぞあ、なんだなるほどな下を日陰にしてるわけフェスだな。ようやくフェスに来た感じが。うん、暑いね。そうだ。暑いですね。地球人はあの真っ昼間に炎天下のステージで1時間ぐらい嫌がったからな。お貴様。貴様その T シャツ見せてみろ。これはこの俺様が2020年に2000人規模で行った劇団アニメ座 DB じゃないか。あれの T シャツじゃないか。見に来ました。あ見に行ったのか。今日はこの俺を見に来たわけか。そうです。なるほど。いいよ。じゃあ写真でも撮ってやるか。ありがとうございます。すごい地球人。ありがとうございます。喜ぶがいい。T シャツを大切にしろよ。ありがとうございます。そうだベジータがいるぞ。誰を呼んでやがるって。間違えたベジータだ。ベジータだ。なんかいろいろやってるな
オリジナル缶バッジ、防災グッズを作ろう。ワークショップ。あれ、すいません、ちょっと席を外しておりまして。何をしてるんだ。これは今ワークショップをしておりまして。なるほど。エコバッグとかコースターとかバッジが作れます。何？これは俺様も作っていいのか。一応お子様向けのワークショップなんですけども、お子様であれば大丈夫です。サイヤ人は年を取るのが遅いんですよ。ああ、なるほど。気持ちは12歳だ。そうです、大丈夫です。よし、いいだろう。俺様もトートバッグを使わせろ。トートバッグを使ってください。いいだろう。缶バッチの方がいいか。缶バッチの方が。よし。さあ、どうやって作るんだ。あ、この紙でいいのか。なるほど。この辺の面を使って好きな絵を描いてください。これはトートバッグ。缶バッチだ。あ、缶バッチ。これは。よし、できたぞ。ありがとうございます。じゃあこちらのお姉さんに渡してください。こんな。地球の何？これどう？え、これがどうするの？こんなのいけるか。はい、出演者でもないのにマイク出てきたぞ。一緒にします。お、な、何？いいだろう。フュージョンか。はい、共同作業。フュージョン。はぁ、これでいいのか。え、簡単にできるんだ。まだ早い。今ちょっと指先がちょっとそういえばずれてた。何？うん、じゃあ手部のやつが完成するかもしれない。で、また一緒にします。いいだろう。フュージョン。はぁ、はい、完成しました。あ、いった。早っ。わー、もうできてる。ベジータだ。特製缶バッジだ。結構いいじゃん。早いな、これ。こんなできるんだ。お、こっちはあれじゃないか。わあ。お、これはオープニングで地球人どもが汚したこの巨大キャンバス。もう全然最初の動きがないんだけど。結構な声でのイカとかもあるな。今どんな状況か。お、なるほど。お日様。書きました。書けたかな。あ、お、なんか書いた？書いたか？今から書くの？はいって言われた。もう好きに書いていいぞ、好きなよう。何書いてますか。人魚書いてました。あ、人魚、人魚なんか人気があるんだ。人魚な。人魚好きなの。お、何やってる。丸書いて。通信中か。丸書いて、あ、通信中。お。丸書いてってことね。これ今どういう感じだ。結構自由に子供が。メリル書いて。海の生き物をね。書いてもらって。子供が多いのか。やっぱりね、子供が。大丈夫か、暴走してるけど。ああ、ちょっとテンション上がってるんだ。子供が多いか。まあ、お子さんがやっぱり多いですね。親子で書いてもらったりして、うん、お父さんお母さんにも書いてもらったりしてるので、ああ、ところどころ、うん、で、これが実際に絵本の何かに。何か、多すぎないか、その情報が。これ絵本になるのか。絵本の何かになるので、まあ、それは後々お楽しみということで。なるほど。それは完成を待ってるから。ゴミってことですもんね。ゴミを描いてる。俺たちがゴミを描いた上に。上に綺麗にしてるの。ああ、そうですね。カラフルな海を描いて、うん、その上にカラフルな海の動物たちを今なるほど描いてもらってます。よし。よし、いい人の後ろ通るよ。できたぞ。あ、来た。ああ、俺は石庭インコを描いてたからな。ガチなやつだ。そうそう、スーパーサイヤ人だ。俺が描いた石庭インコだ。全員やっぱ魚とかな、海のやつが多いからちょっと空のやつも描いてやるんだってな。おい、よく笑うな。ビッグバンアターン。何でも笑うぞ。全然小さい。あの感じが。よし、行くか。
了解です。あんまり股間にアップしてんじゃないか。なんかドラゴンボールスーパーの単行本の、あの脇にありそうな。転がってるよ。よし。やだな。人のやつ。リケちゃん呼ばれてます。なんだ。どうした。なんか用か。いいか。ジャムおじさん。あらしい顔だよ。いいんじゃない。よし。リーダーの鉄火家がこの丘で締めてやろうか。さあ、このあと15時からかが、アイスムステージってのがそこの、ステージであるらしいからな。グーグーファミリーとやるの、あの料理研究家のリュウジのステージで、ゲストで、稲田というやつを迎え、料理トークショーが行われるそうだ。あー素晴らしい。何やら地球人のあの R 藤本とかいうやつもちょろっと出るらしいからな、そっちの方も。何、はい、ベジータさんが出るの、この俺様がか。一応検討しておいてやる。というわけで貴様らこの後15時のステージも見逃すんじゃないぞ。じゃあな。強い火でやりすぎてしまうと結構ね、あの焦げができてくるんで、中火ぐらいで、じっくり焼いて、じっくり揚げていただいた方がいいと思います。11月5日。はい、はい、ありがとう。嬉しい、とっても嬉しい。美味しい、良かった。でも美味しかったなら良かったです。美味しい。辛いんですか。すいません、話ししやすかったです。いやもう本当に引っ張ってくださったよ。楽しい時間でした。嬉しい。え、話しやすい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 。もういいですか。3、2、1。